風俗場で、作家だった夏見光さんも亡くなられてますが、のふにゃふにゃ日記の中の、文章を読んでいきます。今日は母の日らしい。私も子供の頃、確か小学校の3年の時くらいだったかな。一度だけ母親に母の日の贈り物をしたことがある。駅前の花屋で買ったカーネーション一輪。でもアホらしくなってその年だけでやめてしまった。心がこもっていないのに物だけ渡したってしょうがないと思った。もらう方もあげる方もちっとも楽しくない。結構考え方がしっかりしてますよね。うん。おそらくね、お母さんというか、ちょっと問題があるお母さんだったのだと思われます。うん。だから、でもね、自分なりに心がこもってないのに物だけ渡したってしょうがないと思ったっていう文章が、書けるところが結構すごいと思いますね。物だけ渡したって確かにね、しょうがないですよね。心がないのにね。うん。多分母の日の習慣というのをどこからか聞いて、なんとなくいい親子ごっこ、この表現もすごいと思うね。いい親子ごっこですね。うん。うん。ですね。世間体のいい親子ごっこがしてみたかったんだろうと思うね。でもこれって、ただのお母さんごっこみたいな感じでね、演技してるだけなんでね。全くね、気持ちがこもってないってことですね。結局形だけの感謝というもののバカバカしさに、あ、こういうの私はダメだ、向いてないなと再確認しただけで終わったけどね、心から感謝できてないと意味がないってことですね。形だけの感謝とかね、形だけの感謝の気持ち、感謝をしてることにしてのいい親子を怠ったということですね。昔から私家族で過ごすことが理想とされている年中行事っていうものが好きになれなくてね、クリスマスとかお正月とかひな祭りとか、あとそう父の日母の日、花でせせら笑ってしまう嫌な子供だったし、今だってそういう時に仕事をして過ごすのは全然平気だ、自分には関係ないから、自分自身の成人式も誕生日も、どんなイベントごともお客さんを呼ぶときに利用するクレーンしか価値のないものだと思うよ。お店から電話、週末から出勤することに。ということで、まあ、ちょっと家族愛に包まれた経験が、ちょっとね、なかった。ちょっとそういうところがね、寂しい思いをした子供時代だったね、ようなところがね、垣間見れますよね、うん、はい、そんな感じです。よかったらチャンネル登録お願いします。